哲学者の道は、ドイツのバーデン・ビュルテンベルク州のハイデルベルクにある、道である。哲学の道とも呼ばれる。道の名称は、多くの哲学者や詩人、大学教授や学生らが散策し、瞑想や思作にふけったことに由来するとされる。この道を散策した詩人には、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテの他に、フリードリヒ・ヘルダーリンや、ヨーゼフ・フォガイヒ・エンドルフがいる。庭園道は、 高台の斜面にあり、ネッカー川とほぼ平行する形で、東西に伸びている。道からは、ネッカー川の他に、対岸にある、ハイデルベルク城や旧市街、アルテブリュッケなどを望むことができる。道は、17世紀や18世紀には、リンセンブーラーウェグと呼ばれており、道の両側には、ブドウの畑が広がっていた。道の中央部には、哲学者の庭と呼ばれる庭園があり、レモン、 竹山津、糸杉、ポルトガルのチェリーなどの様々な植物が見られる。道からの眺めハイデルベルク中央駅からアルテブリュッケまでバスが運行されており、その橋の北側にある曲がりくねった急な坂道、シュランゲン小道を登ると哲学者の道の東端に行き着く。哲学者の道の北側にはオバーエールフィロソフェンウェグが伸びている。哲学者の道の西端へは、 ビスマルク広場の近くのテオドールホイス橋から行くことができる。西側から入って最初の曲がり角にハイデルベルク大学物理学研究所がある。哲学者の道は熱海王自然公園の園域に含まれる。ありがとうございます。